平銀事件とは、1948年1月26日に、東京都豊島区長崎の帝国銀行シーナ町支店に現れた男が、行員らを騙して12名を毒殺し、現金と小切手を奪った銀行後を盗殺人事件。犯人として、画家の平沢貞道が逮捕され死刑判決を受けたが、平沢は、獄中で無実を主張。 刑の執行がなされぬまま1987年に95歳で国死した。太平洋戦争後の混乱期 GHQ の占領下で起きた事件であり、いまだに多くの謎が解明されていない。事件発生時の定義ンシーナマチ動画は日本ニュース第108号で見ることができる。1948年1月26日月曜日午後3時過ぎ。 閉店直後の帝国銀行 C 生地支店に東京都貿易班の白腕章を着用した中年男性が厚生証技官の名刺を差し出して近くの家で集団赤痢が発生した GHQ が校内を消毒する前に予防薬を飲んでもらいたい感染者の一人がこの銀行に来ていると偽り公員と用務員一家の合計16人に生酸化合物を飲ませた その結果11人が直後に死亡、さらに搬送先の病院で1人が死亡し、計12人が殺害された。犯人は現金約164,410円と安田銀行板橋支店の金額17,450円の小切手を奪って逃走したが、現場の状況が集団中毒の様相を呈していたため混乱が生じて初動捜査が遅れ、身柄は 確保できないばかりか、現場保存もできなかった。なお小切手は、事件発生の翌日に現金化されていたが、関係者がその小切手の盗難を確認したのは、事件から2日経った28日の午前中であった。捜査本部が、捜査員に配布した、定言独殺犯人捜査筆記。犯人のモンタージュ写真や小切手の筆跡、その他、犯人像の説明に、 職歴医療防疫その他薬品取扱いに経験あり云々とあり、捜査の主流が旧軍関係者犯人説であったことがわかる。裁判所の判決では、以下の2つの未遂事件も、定銀事件と同一犯の仕業と認定した。定銀事件の捜査人の組織図。藤田二郎刑事部長以下の捜査本部の主流は、旧軍関係者による犯行説で平沢貞道を追ったのは、 名刺犯だけであった。捜査本部の様子は、日本ニュース第109号、まだつからまぬ、毒殺犯人でも見られる。定銀事件は、容疑者の自白を、証拠の女王とした、休憩時訴訟法の下で捜査が行われた最後の、事件の一つである。当時は、日本国憲法の施行から間もないかとき、いわゆる応急措置法の時代で、 警察と検察が何事も力を合わせて捜査を行った。定銀事件の捜査本部は目白書に置かれ、毎日捜査会議が目白書で行われた。検事も毎日知見から目白書の会議に行き、刑事の報告を聞いた。犯人は帝国銀行シーナ町支店の支店長代理 Y に名刺を渡し、Y はそれを机の中に入れたが、 事件後、その名詞は消えていた。Y の記憶と2件の類似事件の遺留品である名詞、生存者たち全員の証言から作成された犯人の似顔絵、事件翌日に現金に変えられた小切手を手がかりに、捜査は進められた。遺体から生産化合物が検出されたことから、その扱いに熟知した陸軍中野学校の関係者や、 旧陸軍731部隊関係者を中心に捜査が行われていた。旧県小都陸軍第九研究所に所属していた友野修平から有力情報を入手して、事件発生から半年後の1948年6月25日、刑事部長から捜査方針の一部を軍関係者に移すという指示が出た。陸軍関係の特殊任務関与者に的を絞るも、 関係者の口は固く、この線での捜査は行き詰まっていった。一説に突如 GHQ から旧陸軍関係への捜査中止が命じられたという主張もあるが、真相は不明である。捜査が難航した理由について、国務大臣の鈴木義雄は1948年2月2日の国会答弁で単独犯だったらしいこと、反責を残さなかったこと、 被害者が大部分死亡したこと、冤罪や人権重躙を防ぐため新憲法の趣旨に則り、科学的な捜査をしていることを挙げ、理解を求めた。平沢貞道捜査本部の脇役的存在でしかなかった、生きためごろ警部補の名刺班は、類似事件で悪用された松井うつの名刺の地道な捜査を進めていた。松井は名刺を渡した日付や、 場所や相手を記録に残していたため捜査も進んでいった。100枚あった名刺で、松井の手元に残っていたのが8枚、残る92枚のうち62枚の回収に成功し、紛失して事件に関係ないと見られた22枚を確認。そして、行方が最後まで確認できない8枚のうちの1枚を犯人が事件で使用したとされた。その中で、 松井と名刺交換した人物の一人である、テンペラ画家の平沢貞道が容疑者として浮上した。インギーは、平沢貞道の容疑事実を28箇条にまとめた、報告書を藤田刑事部長に提出し、平沢逮捕の許可を直談判した。捜査本部の主流は依然として、旧軍関係者犯人説だったが、藤田は一旦平沢を逮捕して取り調べ、 白黒の決着をつけることとした。名治藩は1948年8月21日、平沢を北海道小樽市で逮捕した。平沢を警視庁まで護送する途中、新聞記者や矢次馬が殺到して大混乱となった。後日、平沢への人権蹂躙の疑いについて、警視総監が国会で釈明する羽目になった。警視庁での平沢定道。 盗撮平沢が逮捕、起訴された理由は、などであった。犯人の行動を再現させられる平沢平沢の逮捕直後も、捜査本部の主流は、平沢白説であり、平沢の逮捕を断行した、名刺犯の面々は事実上の謹慎処分となった。本来なら、平沢の装置後も、取り調べは、生きいら名刺犯が行うはずであったが、生きいらは装置後の取り調べから外され、 検事の高木はじめが一貫して取り調べを行うという前例のない事態になった。しかし、平沢の逮捕後、平沢が銀座の日本道時経店で詐欺事件を起こしていたことが判明すると、捜査本部と世論は一挙に平沢黒説へと傾いた。警視庁は平沢を定銀事件と未遂事件の被害者に面倒ししたが、当初は、 この人物だと断言した者は一人もいなかった。ただし目撃者の証言は面通しを繰り返すうちに変化した。安田銀行江原支店の未遂事件で犯人と比較的長い時間会話した支店長 W と警察官愛、三菱銀行中井支店の未遂事件で犯人と会話した支店長 O は犯人は平沢であると述べた。 第一審の法廷で、証人として呼ばれた事件の生き残りの4人のうち、帝国銀行、シーナ支店、支店長代理で、犯行当日に犯人と、約10分間向かい合って会話した Y は先生の上、私は、被告人平沢が犯人だと確信を持って言えますと、断言し、T も、今日は、平沢が犯人だと断定しますと述べた。一方 M と A は、 平沢が犯人と似ていることは認めながらも、それぞれ私には今日も被告人が犯人と同一人物であるとは思われません。被告人を犯人と断定することはできませんと法廷でも証言はぶれなかった。逮捕当初、平沢は一貫して否認していたが、逮捕されて1ヶ月後の9月23日から自供を始め、はじめ10月12日に、 定銀事件と他の二銀行の未遂類似事件による強盗殺人と強盗殺人未遂で起訴された。後に平沢と支援者は、この時の自供は拷問に近い不当な取り調べによるものだと主張した。なお、平沢は逮捕後3回自殺を図ったが、いずれも未遂で大事に至らなかった。これらが狂言自殺か、本当に自殺するつもりだったかは不明。 この点について、平沢の精神鑑定書は、病的虚言者が、しばしば自殺を加わって、しかも未遂に終わることはよく知られたことで、特にこのような事態においては珍しいことではないと、述べる。近貧目的とされる。検事の高木はじめは、平沢貞道が犯行を思いついた理由として、ことを挙げ、とにかく、当時は、全く暗い、めちゃくちゃの時代、その中で、 大屋と言われた絵描きが何年経っても自分の絵が売れず金もできず家のものからは建築を迫られているそういう戦争直後という異常な時代の異常な犯罪だと述べた定銀事件一審、第1回後半での平沢動画は日本ニュース第155号で見ることができる百四十八年十二月十日より東京地裁で開かれた第一回後半において 平沢は自白を翻し、無罪を主張した。1950年7月24日、東京地裁刑事第9部。1951年9月29日、東京高裁第6刑事部。1955年4月6日、最高裁大法廷。平沢の死刑が確定した。平沢が逮捕されて以来、平沢の妻子と幼い孫は、 世間からの心ない迫害とマスコミの非常識な取材構成にさらされた。平沢の家族は平沢姓を捨て、蘇生を隠して生きることを余儀なくされた。1962年、作家の森川哲郎は平沢貞道氏を救う会を立ち上げ、平沢の無実を立証するための最新請求、死刑執行の阻止などの活動に取り組んだ。森川は、書で、 私たちの運動は、平沢貞道氏が白であるとか黒であるとか、個人や局部に限定された単純な運動ではない。この運動は、自覚した民衆が立ち上がって、権力の犯した一つのご飯事件に抵抗していく。過程の中で、民衆の意識の中に、自らの人権を確立し、民主主義を深く把握し成長させていくという意義を持っていると、政治的な意義を強調した。 平沢の家族は救う会の活動とは距離を置いた。支援者らは平沢の供述は拷問に近い平塚八兵衛の取り調べと狂犬病予防接種の副作用によるコルサコフ症候群の後遺症としての精神疾患によるものであり、供述の信憑性に問題がある大村徳造博士の鑑定によれば死刑判決の決め手となった自白聴取三通は 取り調べに関与していない、伊泉義夫検事が白紙に平沢の指紋を押させたものであるなどと主張して、裁判所に再審請求を17回、法務省に御赦願いを3回提出したが、その都度却下された。1968年に再審とクレ法案が国会に提出。この法案は、連合国軍領下の裁判で死刑が確定した死刑囚に、 最新の道を開くことを目的としたものであったが、結果的に廃案。翌年以降、法案提出を契機として、中央厚生保護審査会により平沢ら7人の恩赦が審査されたが、抗菌性精神病にかかった受刑者などに、無期懲役への減刑が行われたのみで、平沢の置かれた状況に変化はなかった。かつて弁護人の正木亮が指摘したように、平沢が、 自分の無実を証明する方法は簡単だった。定銀事件直後に預金した謎の大金の出所について誰からいつもらったのか真実を一言明かせば即座に冤罪を晴らすことができた。しかし平沢はそれを語らなかった。弁護士や支援者だけに内々に打ち明けることもできなかった。後年、平沢の長女はテレビ番組のインタビューで白に白黒に白ね。 あんだけ世間を騒がしたんですからね。やっぱり誰だっていい思いはしてませんよね。と述べた。最終的に、歴代法務大臣も、死刑執行命令に署名しないまま、1987年5月10日、午前8時45分、平沢は肺炎を患い、八王子医療刑務所で病死した。95歳を打つ。平沢の死後も、養子。 平沢武彦と支援者が名誉回復のための再審請求を続け、1989年からは東京高等裁判所に第19次再審請求が行われていた。武彦は糖尿病と総鬱病を患い、また平沢貞道の家族からうんじられたことを悩み、5回の自殺未遂を起こした末、2013年10月1日に、 自宅で孤独死しているのを発見された。このため、2013年12月2日付にて、東京高等裁判所が、請求人死亡を理由に、第19次最新請求審理手続きを終了とする決定を下した。2015年11月24日、平沢の遺族が、第20次最新請求を東京高裁に申し立てた。 平沢冤罪説に立つ発達心理学者の浜田、住男は、定銀事件というと、平沢さんの事件と言われていますが、実はそうではないと述べ、定銀事件本体と、平沢貞道が疑われて巻き込まれた、平沢事件は別の事件と位置づけられる、と主張する。定銀事件の犯人像について、の二つがある。捜査本部の主流は、前者で、 旧軍関係者を追っていたが、名刺犯が逮捕したのは、後者の平沢貞道だった。捜査本部の主流は、犯人は、プロという線で、見込み捜査を行ったが、成功しなかった。平沢冤罪説論者は、今も、平沢のような素人には、犯行は無理で、真犯人はプロだと主張する。犯人が、帝国銀行シーナ町支店で成功したのは、偶然の、結果に過ぎず、 未遂事件も含めて犯人の手口を司祭に分析すると巧妙さよりむしろ荒が目立つという説。つまり平沢のような素人が犯人であると考えても矛盾はないという説である。占領下で発生した定銀事件の捜査には GHQ が大きく関与していた。その関与の度合いについてはなど様々な説が今も主張されている。 1948年の根節な指導と援助を賜った公安課のイートン主任警察行政官の指示で作成したモンタージュ写真が平沢逮捕の上で有力な手がかりとなったとの内容の挨拶を述べている。この式には GHQ 公安当局の担当者も出席しており、占領下で発生した提銀事件の捜査に GHQ が大きく関与していたことが伺える。 平沢演財論者の一部が主張し、定銀事件関係の出版物や記事などでも人気がある説。介入説では、捜査本部は旧731部隊の関係者を洗っていたが、最近兵器の情報を独占したい GHQ が、捜査本部に731部隊の捜査を中止するような内に命令した。そのため731部隊と関係のない平沢。 サ道が逮捕されたとする。小説家の松本清長は、小説定義事件や、日本の黒い霧の中で、推理と想像を交えて GHQ による圧力や、介入を描いた。清長の原作に基づいて、昭和期に作られた映画やドラマでは、あたかも事実であるようにそれらのシーンが描かれ、また、平沢園在説論者の一部も GHQ、介入説を主張したため、 一般の認知度は高い。が、実際には、GHQ が、日本の警察に圧力をかけ、旧軍関係者の捜査を打ち切らせたのかどうかは、下記の通り確実な資料では確認できず、学会や放送会での通説とはなっていないことに注意。また、平沢の三女のボーイフレンドだった、新中軍のエリー軍曹は、平沢の家族の証言によると、 事件当日に、平沢家を訪れており、平沢のアリバイを証言できたので、弁護側はエリーを証人として申請したが、裁判所はなぜか許さなかった。これも GHQ の圧力があったとする主張がある。GHQ の協力はあったが、介入や圧力はなかったとする説。裁判所の公式見解でもある。当時の関係者の証言や一時資料によると、 捜査本部は最後まで旧陸軍の特務機関筋の捜査を続けていたことが確認できる。遺体解剖や土砂物や茶碗に残った液体の分析は東京大学と慶應義塾大学で行われたが、液体の保存状態が悪く、生産化合物であることまでは分かったものの、東大の古畑種本と慶大の中立旧平の鑑定が食い違い、 100%正確な鑑定結果は出ていない。平沢貞道に死刑を宣告した第一審判決書では理系の専門家の意見も採用し使用毒物を生産狩りと認定した。犯人は第一役として生産狩りを第二役として水を飲ませたとされる。この判決は今も覆っていない。が、 帝銀事件関係の本や記事では生産化理説を疑う声が今も多い。平沢園財論者の一部は帝銀事件で使われた毒は日本陸軍が秘密裏に開発したアセトンシアノヒドリンという特殊な薬であり毒とも軍とも関係がなかった平沢がこの毒薬を入手できたとは考えにくいと主張する。以下、日本語ではアセトンシアノヒドリンは アセトシアノヒドリン、生産ニトリルは、生産ニトリルなど、表記の揺れがあることに注意。読売新聞と GHQ 当時、読売新聞の記者が、陸軍9県で、アセトシアノヒドリンという薬を開発していた事実を、突き止める。即座に威力を発揮する、即効性の生産狩りに対して、アセトシアノヒドリンは、飲んで1分から2分ほどで効果が現れる、遅効性であり、 遺体解剖しても、生産化合物までしか分析できないことが判明したが、突如、警察の捜査が731部隊から大きく離れた時点で、報道も取材の方向を転換せざるを得ない状況になり、731部隊に関する取材を停止した。後年、GHQ の機密文書が公開され、1985年、読売新聞で以下の事実が報道された。 ただし、アセトシアノヒドリンであっても、事件の経緯からすると謎が残る。もし効能や致死量を熟知したプロの犯行なら、生存者を4人も出すという失敗を犯した理由を説明する必要がある。生存者が証言者になることは分かりきっている。もし、アセトンシアノヒドリンなら、犯人は致死量を余裕で超える量を投与して、全員を毒殺できたはずである。友の修行の 編説捜査本部が、旧軍関係者を中心に調べていた1948年4月、友の茂雄は捜査員に対し、過去に自分が行った人体実験を踏まえ、生産狩りとは思えない。絶対にトリールであると述べたとされる。ただし法廷での証言では、友は専門家として、毒物は生産狩りだったと断言している。次に上がったのが、安定したアン化け物と、 その成分を毒性化する酵素の2役を使用したバイナリー方式というもので、ジャーナリストの吉永春子が自長の中で研究した。シアン排等体は身近な食用植物に含まれている。また、これにより発生するのはシアン化水素で体内の水分と結びつくことでシアン化水素水溶液となる。このシアン化水素は一般に入手可能なシアン化化合物より、 はるかに毒性が強い。この、吉永の説は、従来の731部隊反説を大きく、覆すもので、一定の説得力があった。犯人が第一役を平然と飲んだこと、他に失敗した例があること、後に米軍がこれを研究し、実用化の段階まで進めていること、などである。吉永の主張は、731部隊とは直接、関係がない米軍による、 人体実験であるというものだった。実際、日本ではこの分野の化学兵器の研究は行われておらず、酵素の研究が進んだのは戦後のことである。ただし、この説でも、この時点では酵素の研究がそこまで進んでいたのか、人体内での反応が安定して起きるのか、容器に使われた茶碗からは生産化合物が検出されていない理由はどうなるのか。 もし人体実験のデータ収集が目的なら、なぜわざわざ都内の市街地という目立つ場所を選んだのか、など様々な疑問が残る。定銀事件最新弁護団に第19時の時から参加した弁護士の渡辺良平は、犯人が使用した第一役と第二役の組み合わせについての小説を挙げて説明した上で、弁護側としては、これが間違いなく犯行毒物だと言える毒物は、 少なくとも現段階の証拠では言えないものの、弁護団としては、生産狩りと水だという、この判決認定は、これ自体は間違いだと確信していますと根拠を挙げて、述べている。平沢冤罪説では、様々な真犯人像が語られてきた。ただし、平沢貞道氏を救う会の平沢武彦が、真犯人説を追いかけるのは、もう一つの冤罪を生むと述べたように、 興味本位の議論は慎むべきである。以下、今まで語られてきた、真犯人説の一部を掲げる。検事の高木はじめによる取り調べを受けた、平沢貞道は、当初、定銀事件及び二つの未遂事件について自分が犯人であることを否認した。が、1948年9月23日から、自供を始め、自分の犯行だと認めた。 10月8日と10月9日の両日、高木の上司であった検事ので、社岐婦が取り調べを行い、調書を取った。その後、平沢は自白を撤回し、再び否認に転じた。本人は、確か11月28日、18日かな、確か8月いたはずですが、やっと催眠術から覚めたのですと述べている。後に、平沢の弁護団は、高木による取り調べは、 拷問に近いもので、平沢の自白は、教養ないし誘導されたもので、証拠能力はなく、で、詐欺夫による、検面調書、検察官面前調書。検察官の目の前で、被疑者がサインをした、供述調書は捏造だと主張したが、裁判所は棄却した。以下、被認自白再度の否認の流れを、時系列順位に示す。以後、平沢は獄死するまで、 定銀事件の犯行は自分ではないと無実を主張し続けた。以下の映像は NHK 戦争証言アーカイブズのニュース映像で視聴できる。ありがとうございます。